緑茶はと。どうした、宮野。どうやら田中が緑茶をチョイスしたせいで好物のイチゴミルクを飲めず泣いているらしい。行きたいです。あ、けどはしゃいじゃダメ、クールに返さないと。別にいいけど。そうか、そんなに行きたいのか。じゃあ早速今日の放課後に行こう。宮野さん、結構食い意地張ってるんだね。ダメです。確かにして。わかりました、頑張ります。ああ、頑張っちゃダメ、適当に適当に。あ、そっか、頑張らないも頑張ります。ファイトー。なんか、ダメだと思う。あの人全然伝わってる気がしない。ああ限って、高校生活史上最も面倒な一日になりそうな予感。いや、本当、お引き取りください。弟子とか取ってないし。大丈夫です、どんな厳しい修行にも耐えてみせます。あのね、俺の日常に新展開とかいらないの。まずは表情、目は眠そうな感じですね。やってみます。どうした、宮野、先生に何か不満でもあるのか。失敗です、ケダルサイの道は険しいです。大丈夫か、宮野。今度こそ田中君みたいに、そう、もっと全身の力を抜いて、抜いて。あ、宮野、体調悪かったら保健室行ってもいいぞ。上に満ちた顔、程よく力の抜けた頬杖にナチュラルなため息、そして特に意味もなく斜め45度を向くあの角度と流し目、風になびくロングヘア。なんかもう宮野さんの方が師匠っぽい。おお、宮野、何してたんだ、もう授業始まるぞ。ちょっと北風とワルツを。あ、噂をすれば師匠発見です。師匠、調子はいかがですか。私はとっても元気です。うん、見ればわかる。あと俺は基本的に元気ないから。遠隔操作、実はアンドロイドで中の人などいない。 2000X年、ついに意志を持った着ぐるみたちの反乱が。もう想像が膨らんで膨らんで、最終的には地球を救えるのは私しかいないってなって、えっちゃんが好きなんでしょ。思った以上にラージスケールな愛。ロングスカートが似合うって本当大人っぽいでさ。ひどいよ、なんでえっちゃんのバカ。まあ知らない、待って、宮野、これには事情が。何があったのか聞けや、こら、スルーしてんじゃねえよ。そういえば師匠とオタクへのチョコをすっかり忘れてたでさ。マジか、あんなに慕ってんのに。えっちゃんのことしか頭になかったよ。あいつらも一応男だし、ギリでも期待してたんじゃねえの。 100% 違うな、うん、昔から背が低いの嫌だなってずっと思ってたんですけど、でも今回はそのおかげで世界に一つのこんな素敵な浴衣を作ってもらうことができました。ちっちゃいのもたまには悪くないですね。うん、ご教示願います。師匠、背を10センチ以上伸ばしたいのです、5日以内に。お引き取りください、無茶ぶりにも程がある。宮野、とにかく落ち着け。下駄買っておけばよかったです。やっぱりちっちゃいのは嫌です。その選択肢が一番なしです。ただの怪しい二人組です。っていうか、そんなに悩まなくてもすっごく簡単な解決方法があるじゃん。え、何ですか師匠、教えてください。花火大会に行かない。ところに頭をぶつけたり。ちっちゃいと
服も靴も大人っぽいかっこいいものがないし、無理に着ても似合わないですし。大きいと選べる服も種類が少ないぞ。でもでも電車やバスに乗ろうとすると子供料金でいいんだよとか言われちゃいます。ゲタでなんとかなるレベルじゃなかった。大丈夫だ宮野、時間はまだある。そんなに落ち込むな。いえ大丈夫です。我々友達にくらい話しておいてくれてもいいじゃないですか。とある方のお気持ちを考えると私は師匠のバカお団子なしです。映画館でチケットを学割で買おうとして学生証を出しても本当に学生と聞かれる。まあまあ二人とも落ち着いて。いろいろ好きなもの食べたくてもすぐにお腹いっぱいになっちゃうんですよ。スイーツショップに並んでるとジロジロ見られる。